やらかしたマジやらかした。普通に遅れちゃったから、ダッシュで行きたいと思います。マジで遅れた。なんなんそれ、ない、なくない？ないの？え？なんでこれにはあるの？え、これさ、これちゃん、ちゃう？うわぁ、水かけかけたレモンカスタード違う？でもなんか見た目似てない？写真も撮った対面ほんまに手を回してるやろ。なんかさ、絶対さ、ちゃうやん。普通さ、4人テーブルでさ、コートってさ、2人が入るのが絶対じゃない。なんかもう自分自分やん。あんまり自分しか撮ってない。え、コーヒー飲めるようになってから美味しいっていうさ、期間がさ、美味しいっていう、美味しいっていう期間がなんかおかしない？早ない飲んだ瞬間美味しかった。多分時期もあるかも、暑い時期に飲み出したから。早いだな。切ったのか？切ろう。あ、いいやった。美味しそう。めっちゃ美味しそうやねんけど。やば。韓国でドーナツ食べることあんまなくない？ほんまにミスタードーナツないの見てびっくりしたもん、うん、なんかミスタードーナツよりドンキンドーナツの方が有名なのがびっくりした、うん、ドーナツとかでも作られへん。うん、作れる？うん、なんかいるんちゃう？いらん。ドーナツ揚げ物や頭悪いクッキーみたいな作り方するからドーナツ作ろうってクッキー出来上がるバカバカなるね、ほんまにクリームパンの味だ。めちゃめちゃパンの中で一番好きなのは揚げパンやけど。小学校の時に食べたきなこをぶりまくった。きなこ？え？みんななかった？ほんまに？砂糖しかかかってなかった。給食の時？うん、揚げパンやろ。うん、え、揚げパン言ったらきなこめっちゃつけてるんだよ。え？え？なんかさ、給食ってさ、パンの時ってこんなでっかいとこに来るやん、なんか40個くらい。うんうんうん、それを分け分けするんやけど、揚げパンきなこめっちゃふっかかってやった。牛乳、こんな見たことない。ほんまに？うん、え、これやろ？そう、これ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 。ちゃう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 。え、普通揚げパンある？普通揚げパンもない。ない、揚げパン見たらきなこ絶対入る。これやん。え、これってあれやん、韓国で売ってるカフェギみたいなやつやん。え、そうやで、これが揚げパンやん。きなこ入ってて揚げパンやで。こんな美味しい、食べてみ、ほんまめっちゃ美味しいから。食べてみて、出会わんねんけど出会ったことないもん、今まで。でも、普通に揚げパンって調べたら、懐かしの給食のきなこ揚げパン。そうやって、きなこ揚げパンやん。なかった、なかった。ソルビン先取りしてるやん。パクられてるやろ、絶対。パクられてるやろ。Vlog とか書いてる。 Vlog 書いてるから。なんかパクったみたいじゃない、こっからパクってないし。でも YouTube とか画質良かったら 見やすいもんね、うん、なんかテレビ見てるような気分。どこ？あ、前？前のところ。あ、そうなんや。あったあった。あこには可愛いカフェがたくさんあるんですけど、遠すぎてちょっとすごい変わってる。なんか興味、うん、屋根が、うん、緑。そうね。韓国は屋根が緑やから。屋上が全部緑。屋上が全部緑や。屋上の下が。あ、ここでサムギョプサル用意焼いてるやん。
どこドラマで屋上でソーダ引いて、なんか急になんか承知されるなって男が見たりするの茶色い薄い机置いて地べたに座ってソーダみたいに引いてやんだら大体屋上来る酒飲んで一回やったことあるんよ。楽しそうだ。片付けるのがマジでしんどいし空気悪いし、うん、住みたくないけど友達が住んでたら楽しそう、泊まりとか行く分には。その何？フォーやった日本語で。あ、そう。フォー食べたことない。日本で食べたことないんだけどな。Mm-hmm.